マッシュー・ライアン・ジョイスは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身のプロ野球選手。武藤左だ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。愛称は、DJSS。A 級、ウエスト・ミシガン・ホワイト・キャップス時代2005年の MLB ドラフト12巡目で、デトロイト・タイガースから指名を受け、6月9日に契約。契約後、 参加の A-9、オネオンタ・タイガースで、プロデビュー。65試合に出場して打率。332、四本塁打、46打点、9盗塁を記録した。2006年は、A 級、ウエストミシガンホワイトキャップスで122試合に出場。打率。258、11本塁打、86打点。 5盗塁と前年ほどの高打率を残すことはできなかった。2007年は AA 級エリーシーウルブズに昇格し130試合に出場した。ここでは打率257、17本塁打、70打点、4盗塁という成績を残したが出場試合数が増加したのに対して打点は16減となった。2006年は122試合で70。 三振だったのに対し、2007年は130試合で127三振を喫した。2008年5月5日に、タイガースで7番右翼手で先発出場し、メジャーデビューを果たした。最終的には92試合の出場で打率25、252、12本塁打、33打点を記録した。なお、マイナー手は、トリプル A 級。 そドをマッドヘンズでプレーし、56試合に出場して、打率、270、13本塁打、41打点、2盗塁という成績を残している。タンパベイレーズ時代2008年12月10日に、エドウィン・ジャクソンとのトレードで、打者の補強を必要とした、タンパベイレーズへ移籍した。2009年は、自身初めて開幕を、メジャーで迎えたが、 シーズンの大半を参加のトリプル A 級ダーラムブルーズで過ごした。2010年はスプリングトレーニングで肘を痛め故障者リストで開幕を迎えた。マイナーリーグでリハビリした後、ディオナー、ナバーロとの入れ替わりでメジャーへ昇格し、最終的に77試合で10本塁打を放った。2011年はオールスターにも選出された。2014年1月17日に レイズと370万ドルの1年契約に合意した。2年連続で140試合に出場し、打率。254、9本塁打、52打点を記録した。ロサンゼルスエンゼルス時代2014年12月16日に、ケビン・ジェプセンとのトレードで、ロサンゼルスエンゼルスへ移籍した。2015年は93試合に出場したが、打撃不振に陥り、 打率1745本塁打21打点に終わった11月2日にフリーエージェントとなったオフはドミニカンウィンターリーグに出場した2016年2月18日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ4月2日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした140試合に出場し打率242 13本塁打、42打点を記録。オフの11月3日に FA となった。オークランドアスレチックス時代2016年11月30日に、オークランドアスレチックスと2年1100万ドルで契約を結んだ。2017年は141試合に出場して、打率。243、25本塁打、68打点、4盗塁を記録した。 2018年は83試合に出場して打率。208、7本塁打、15打点を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年2月9日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月19日に FA となった。 3月20日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだが23日に金銭トレードでアトランタブレイブスへ移籍した3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りしたオフの10月31日に FA となった2020年2月3日にマイアミマーリンズと1年契約を結んだ46試合の出場で打率 252、25日本塁打だ、14打点。オフの10月28日に FA となった。2021年2月10日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕直前の3月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすることが発表された。ありがとうございます。